皆さん、アーリンです。本日付で退院しました。皆さんご心配ご迷惑おかけして申し訳ございませんでした、えー。症状の方なんですけれども、顔面麻痺の症状はまだちょっと残っていて完全に治ったっていう状況ではないんですけれども、先生からの退院の許可も、そしてあの退院してから、 ちょっとずつお仕事に復帰していいよっていう許可もいただいたので、えー、できるお仕事から、えー、復帰できたらなと思ってますちょっとあの滑舌とかもまだ治りきってなくてちょっとお聞きづらいところもあったら申し訳ございません、えー、そうですねあのこう入院中もあの、ま、メンバーだったりスタッフさんだったり モノノフの皆さんだったりにいっぱいご迷惑、ご心配おかけしてしまったのに、まだ退院しても、こう、まだもうしばらく、こういう状況が続いてしまうのが、ちょっと心苦しいな、申し訳ないなって思うんですけれども、えー、私も入院させてもらって、たくさん十分休ませていただいたので、わがままなんだけど、一日でも早くみんなと一緒に合流したいなという、 気持ちです。えー、それで、あの、お医者さんからも OK もらってるし、体調とかの方はもう、万全な状態になっているので、あとはこのリハビリをしながら、顔面麻痺の方を治していくっていうところなので、もう、あの、元気になりました。ので、もうし、あともうちょっとの辛抱なので、頑張っていけたらなと思います。そう、本当に入院中は、 もののふの皆さんのコメントだったりとか、メンバーもすごいたくさん連絡してくれたりとか、まあ、家族もスタッフさんもお友達もみんなこう心配してくれて、こうたくさんの人たちに心配とか迷惑かけちゃったなっていう気持ちと、こうやってみんなが心配してくれて嬉しいなっていう気持ちで過ごしてました。私も みんなと一緒に自由な配信も見たし、ABEMA のファンミーティングも見たし、夏のライブも見たし、ももくりもみんなと一緒にみんなのチャットを見ながら楽しませてもらいました。みんなもこう急遽の変更だったのに楽しんでくれてて嬉しいなって思いました。で、あの公式でも発表が。 あったと思うんですけれども、えー、7月31日と8月1日に開催される予定だった夏のパノラマ地獄のライブが9月19日と20日に延期させていただこうと思います。これも本当に私のわがままで、あのー、中止じゃなくて延期っていう形にしてほしいっていうのをお願いしちゃったりとか、やっぱり こう夏っていう夏のライブっていうところは変えたくないなとかいろいろお願いしちゃってこの日程になりましたなのでこう発表された時もみんなが早なんか急いでないかなってたくさん心配してくれてた声ももちろん届いてますみんな心配してくれてありがとうでもあのー、お医者さんにも あとこっから1ヶ月半くらいあるからリハビリ頑張って治そうねっていう頑張れるよっていうお言葉もいただいてるしあの私もそれに向けては絶対に9月19日の夏のライブには絶対治すぞっていう心意気でリハビリ頑張りたいなと思ってるしまあできれば <laughs> その前の日は稲妻もあるし まあ9月他のイベントもあるし本当は8月29日のアットジャムくらいには復帰したいなーって思ってます。こう決してなんか焦ってるとかいやまあもちろん焦ってるけどそんなすごい無理してるとかそういうわけじゃなくて先生も 8月29日も目標にしていいって許可をいただいてるし、まあ、もし、あの、ちょっと、ライブはできないなっていう状況だったら、それはもちろんまたメンバーだったりに甘えちゃうことにはなると思うんですけれども、8月29日のアットジャムには、かわいいお顔で <laughs>、 みんなの前に出られるように、ここから1ヶ月間、リハビリ頑張っていきたいなって、それをモチベーションに頑張りたいなって思ってます。だからまあ、ちょっとまたね、みんなにも心配かけちゃったりとか、まあ、つどつどこう、それを今こんな感じだよっていうのがお知らせできるかどうかは分かんないんですけど、だからみんなね、どんな感じかな、どんな感じかなって。 不安な気持ちにさせちゃうかもしれないんですけれども、ちょっと頑張ろうと思ってるので、その気持ちを応援してくれたら嬉しいなって思います。さあ、ということで、もう今お家帰ってきて、なんか、そうですね、あお仕事もまだしばらくはお休みというか、お家でできることをやりたいなって思ってて、入院中もいろいろ思ってて、 だから、ちょっと大発表をしたいと思います。はい。えー、私、なんと、おぉ、ついに、公式のあうりんのインスタグラムを開設したいと思います。イェーイ。はい。ちょっとね、かたくなに、ここまでやってきてなかったんですけど、 ちょっと時間もあるしお家から何か発信したいなと思った時にまあそろそろいい加減まあちょっと正直ねやるタイミングも失ってたので <laughs>、はい、この機会にインスタをね解説してまあなんか現状の写真をアップするっていう形じゃないかもしれないんですけどちょっとちょっと前のね撮ってあった写真とか アップしてみんなにね。忘れられないように、みんながあーちゃんの可愛さを忘れないように更新したいと思います。なのでね。皆さん拡散希望で、みんなフォローしてください。よろしくお願いします。で、あの、本当にもっとね。あの完全復帰したらね。みんなと一緒にみんなみたいにこう。インスタのライブとかね。みんなでインスタを通しても。 交流できたらなと思っていますさあということでちょっとねあの文章があんまりまとまってなかったかもしれないんですけれどもいち早く皆さんにね退院したよっていうご報告とえー、リハビリをここから頑張ってできる限り早い復活を、えー、目指して頑張っていくよっていうのをここに ここでお知らせさせさていたただきました本当にね、あの私もまさかのことで初めての入院だったし、びっくりしたし、不安だったし、心細かったんですけれども、たくさんの方に支えていただいて、はい、退院までできることができました、えー。本当に待ってるよって言ってくれた皆さんの言葉がすごく心強かったです。 なのでね、これから完全復帰して、ライブだったりとか、いろんなものを通して、皆さんに恩返しできるように、まだまだ頑張りたいと思います。皆さん、これからもよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと長くベラベラ喋りすぎちゃったかな。ということで、これが、えー、本日、アーリンからのお知らせでした。皆さん、最後まで聞いていただいてありがとうございました。一日でも早く皆さんに会えるのを楽しみにしています。 ということで、以上、アーリンでしたバイバーイ